コレヒドール島の砲台跡マリンタトンネル内展示室。コレヒドール島はフィリピン、ルソン島マニラ湾の入り口に浮かぶ小島。マニラ湾港に位置し、オタマジャクシのような形をした。コレヒドール島はマニラの西 48km の地点にある。マニラ湾の入り口という位置からスペイン人の到来以来、わずかに南にあるカバヨ島と共に、マニラを海から守る。 戦略上の拠点として利用されてきた。島の広さは9平方キロ。行政上はカビテ州に属している。スペイン統治時代、コレヒドール島には検問所が置かれ、マニラ湾に入る船の検査が行われていた。米西戦争によってフィリピンの統治者がアメリカ合衆国に変わった。アメリカ軍はコレヒドールをコレキドウと読み、コレヒドールに1902年に ホートミルズ基地を置いて戦略上の要衝とした。また、アメリカ軍は大量のコンクリートを使用し、巨大な大砲を設置して、コレヒドール島を鉄壁の海上要塞とした。第二次世界大戦中の1941年12月に日本軍がフィリピンに攻め入ると、アメリカ極東陸軍のダグラス・マッカーサー将軍は、コレヒドールに司令部を置いて防御戦闘を指揮したが、 大統領の指令により1942年3月に家族やマニュエル・ケソン・フィリピン共和政府大統領らと共にオーストラリアへと逃れた。同年4月にバターン半島の米比軍は降伏したが、コレヒドール島は残って戦いを続け、同年5月6日になってコレヒドール守備隊は降伏した。その後は日本軍の占領下に置かれたが、1945年になり、 戦況がアメリカを含む連合国軍に有利に逆転すると、マッカーサーはアメリカ軍やオーストラリア軍によりフィリピンの日本軍を圧倒した。マッカーサーはコレヒドール島奪回にもこだわり、同年2月に第503空挺連隊戦闘団の空挺降下作戦により再占領した。現在、コレヒドールには第二次大戦中の武器や要塞設備が保存されており、 巨大なマリンタトンネルや廃墟となった弊社などを含めた観光スポットになっている。マニラ港から観光船で約1時間半ほど。ありがとうございます。